淡々と言葉を吐いた、あんな思い出に泣いたのは今日で。まあ寝たい人はね、寝てもらってもしお便りがあればハッシュタグかなえるでツイートしていただけるとお便り募集しようかなと思います。よろしくお願いします。ではしばらくね、心を久しぶりに使うな、このタグ合ってないようなタグになってしまったけど、かなかなは紅茶派ですかコーヒー派ですか。僕はですね、どっちも飲みません。なんか美容室とか、なんだろう、外でどっちがいいですかって言われた時は紅茶です。砂糖とミルクつけてもらいます。はい、ありがとうございます。いただきました。お便りを混ぜていただきます。かなえくんこんばんは。どうもこんばんは。いつも配信楽しく見てます。最近はコロナで外出機会も減り、体を動かすことがなくなって体力が落ちる一方です。かなえくんはお家で何か体を動かしたりしていますか。これからも応援してます。頑張ってください。ありがとうございます。まあ確かに運動不足というか、外に出なくなってさ、ずっとこう家とかにいたりすると体がこう、なんだろう、固まっていく感覚というか、凝り固まっていく感覚みたいなのがありますよね。家でできることか。でもやっぱそういう解消的な意味だとストレッチっていうのが一番いいんじゃないですかね。やっぱその代謝も良くなるっていうし、なんか健康的らしいです。僕は家ではあんまりストレッチとかすることは、本当寝起きにちょっとするとかなんですけど、それぐらいしかなくて、まああんまりしっかりとしてるわけではないんであれですけど、それがいいのかなっていう印象です。お便りありがとうございました。はい、続いてのお便りを読ませていただきます。かなえくんいつも大好きだよ。ありがとうございます。洋酒と和酒どっちが好きかわからなくて、洋酒のチョコ用意しちゃったんだけど、どっちが好きですか。洋酒と和酒ってなんだろう、ウイスキーと日本酒ってこと。最近はね、日本酒、最近日本酒をちょっと飲んだんだけど、結局やっぱ洋酒とかっていうとワインとかなのかな。僕赤ワインはあんまり得意じゃなくて、白ワインとかシャンパンは飲める。日本酒はね、ちょっと飲み比べみたいなやつをさせてもらったんだけど、結構物によるけど、獺祭は美味しかったなって感じました。あと、ウイスキーとかは割とこう、飲んだりするというか、まあ海苔があれば飲んだりしますかね。ウイスキーとか、ウォッカとか。そこら辺は一応飲んだことあるけど、まあなんか美味しいっていうか、あれはアルコールを感じたいのかなって。まだちょっとお子様なんで、僕はそんな印象でした。マッコリとかカルーアとかも全然飲めます。割とこう、なんだろう、飲めないって感じたのは、飲めないなこれって思ったのは赤ワインぐらいかな、今のところ。なのでまあまたね、焼酎とかいろんなお酒をこう挑戦してみたいと思います。ありがとうございました。続いてのお便りを読ませていただきます。かなえくんこんばんは。どうもこんばんは。依存してしまってる相手に痩せるまで会わないと言われました。世間的に自分の体型は痩せてる方だと思います。この男はしばくべきですか。かなえくんにいつも救われてます。大好きです。ありがとうございます。まあ、痩せてると思ってるってことは多分細いと思うので、それを仮定して、
そう話を進めていくんですけど、どうなんだろうね。体がすでに、なんだろう。まあ、体がすでに細い場合に痩せろって言われたらどうするんだろう。もうどうしようもないし、まあ、なんだろう、細い人が好きな人とかってやっぱいるとは思うんですけど、やっぱ自分の健康とかも心配なので、まあ、別にこう標準よりちょっと細いぐらいで自分が満足できるところで満足していいんじゃないですかね。もちろんその状態で好いてくれる人もいると思うので、新たな依存先を見つけましょう。さすがにこうなんだろうな、例えば僕もなんか結構こう病的に細いというか、なんだろう、なんかなんだろう、大丈夫みたいな細さの人とか割と好きなんだけど、けどなんかだからといってそうなってとは言わないな。そう、それが好きっていう気持ちはもうわかるんだけど、理解はできるんだけど、でもそれが好きだからそうしてみたいなことはさすがに言わないかな。なんかそれってなんだろう、別にそれしか好きじゃないわけじゃないし、なんかこうふと見て、あ、いいなって思うみたいなもので、別にこうそうあってほしいとか、そうじゃないと好きになれないとかはない。なんだろうね、なんだろうな、恋人ではない好きを持ってるものってあるじゃん、アニメでも何でも。そういう印象かな僕は。そう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 、実際に付き合うのと好みって多分タイプで違うことが多かったりすると思うんだけど、そう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 、そう、好きなタイプと好きな人みたいな感じかな。そうそう、それでまた違うから、そうなんだよな。だからまあでもやっぱその何、恋愛って別に恋人、その恋人が人生の全てなことってあんまりないから、自分の健康とかとこう向き合ってうまい塩梅で歩いていくのがいいと思います。まあ自分健康にいてください。次いきます。かなえさん、ナマステー。ナマステー。ナマステーってこんにちはなの結局。今日2月17日は元カノの誕生日です。なかなか次の恋に進めず、自分でもどうしたらいいか分かりません。気になる人もいるのですが、昔からの女友達で今の関係を壊すのが怖くて踏み出せません。アドバイスをお願いします。まあ過去の恋愛を引きずってる部分に関しては時間が解決してくれるんじゃないかな。大体の一番の、なんだろう、大体絶対解決してくれるものって時間だから、まあ、かかる時間はものによるけど、あとはなんか次の恋愛とかね。でその昔からの女友達にその関係が壊れるのが、関係が壊れるのが嫌で踏み出せないって人は、ポリミアっていう、ポリミアなのかな、今やってるアニメがあるんで、それを見てもらって、うわー告白してーってなったら告白しましょう。少女漫画とかそういう恋愛系のやつを見るとさ、恋愛してーってなる心理を利用して、そういう勇気のもらい方もまた一つなんじゃないでしょうかと思いました。はい、これもう来ないかな。もう帰っていい？これ来ないね多分。来るかなこれ。どう思う？来ると思いますか？たくさんのお便りありがとうございました。またこういう機会があればよろしくお願いします。